ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る桜花ビーフィー。文化系トーク YouTube グランパンファースです。はい、久々にですね、開封動画になりますね。こちら届きましてね、日本テレビ放送網株式会社と書いてあります。はい、自分の名前は読みません。ということでね、こちらの方なんですが、まあ何が届いたかというと、まあお察しいただける方はお察しいただけると思いますがね、まあ非常に楽しみにしているものですよ。というわけでね、早速ね、こちらのハサミの方でね、開けていきたいと思います。まあこの辺は早送りしたりミュートしたりすると思いますが、いきます。はい、まずこちらはね、個人事業主には大事な明細書、領収書でございますね。こちらの方、はい、見ました。あ、クマさんついてるね、クマさんついてんすよ、これ日テレポシュではクマさんがついてんすね。ね、クマさん。で、じゃあ中身いきますね。まあ、領収書の方にもう書いてあるんですがね、まあ、早速いきたいと思いますよ。まずね、こちらです。じゃん。ザ・ファーストファイナルのニット帽でございます。こちらね、本当に楽しみですよ。そう、2月上旬お届けっていう風に書いてあるんですがね、本当に上旬で来ましたね。こちらが楽しみでした。まあ、こちらの方を開けていきますが、音がガサガサ言って申し訳ございませんね。はい。というわけで開けました。じゃあね、こちらをちょっと被ってみようかなと思います。ああ、なるほど。悪くないんじゃないでしょうか。ちょうどこの BMSG パーカーにもね、色的にも合っているしね、たまにそうっすね。いつもこのシルクハット、フェルトハットかフェルトハットを被っておりますが、たまにこっちの方にしてもいいかもしれませんね。はい。いい感じだと思います。まだまだ寒さ続きますからね、ニット帽はありがたいなと思いますよ。それにこれだったら風で飛んだりしないからね、フェルトハットはね、案外風で飛ばされたりするんですよ。私も頭の形がいびつだったりするんでね。はい、じゃあこちらともう一つあるんでね、こちら行きましょう。こちらです。じゃん。はい、来ました。 The First Final のパーカーでございます。白いパーカーでね、はい、こちらね、ザストファイナル、私29日参加しましたけれども、現地でね、買った方がいっぱいいらっしゃったというところでね、私もね、グッズの方行ったんでね、まあ、買うこともできたんですけど、まだ在庫あったんで、ただまあ、これをね、注文していたので、ダブらせるっていうのもあれだったので、まあ、その時はこの BMSG パーカーで行きまして、これはね、今日というかね、こう、届くのを楽しみにしてまいりました。はい、じゃあ早速こちらの方もね、じゃあちょっとこれと着替えてみますわ。白いパーカーなので、ぶっちゃけ後ろの私、背景が、襖が白いですし、だからぶっちゃけこの白いパーカーを、この動画で使えるかどうかっていうところのところも、ちょっと自分では考えたんですよね。例えばここにいる R2D2 に色が同じだな、これな。R2D2 ってザ・ファースト出身なのか。はい、タバコと置いといて、じゃあ早速着替えたいと思います。はい、こんな感じですね。で、質感的に L サイズなんですけど、BMSG パーカーよりもちょっとサイズ感が大きい感じがしますね。はい、ですね。この辺がこうちょっと、浮いてる感じがします。はい。そうだな。白なので、まあでも、まあ、そんなに、あれか、後ろの襖もね、案外いけるかなっていうところだったり、こうやって被って、たりしても、ニットだったら被れるな。フェルトハットだとこれできないけど、こうするとあれですね、ニットとこれでいくと結構ある意味、まあ防寒としては寒さ防ぎとしてはいいですね。こうなんかでも、ま、魔法使いのローブっぽさ出ますね。こうするとね、サイズ感のせいかな、この辺が結構ねある感じするですね。まあいい感じじゃないでしょうか。おそらくはね、照明の色変えてみるか。あんま変わんないですかね。まあ、照明の色っつっても、ただリングライトなんで3色しか変わんないんですけどもね。まあ、こういう感じで、結構ね、あったかい感じしますね。はい。あんまりこのフェルトハットの方だと似合わない感じはしますかね。まあ、これも被れないしね。そんな感じだと思います。はい。そして BMSG パーカーに着替えまして、このね、ザ・ファースト・ファイナルのロゴも、ちょっと位置をこっちからこっちに変えてみたんですけども、ザ・ファースト・ファイナル・パーカーの方ですが、まずこの、ここですね、帽子のところにも、ザ・ファーストの文字が入っておりましてね、これも非常にかっこよくて。で、まあ、今更だったりしますけど、このザ・ファーストの1のところの、まあ、柄っていうか、これいわゆるグラフィティアートというか、皆さん、渋谷とかにあるような感じの壁に書いてあるね、ヒップホップ的な落書きの感じですけど、その感じに、ペイントしてる感じをイメージしてるのかなっていう気はしますね。そして、
後ろの方にも、この通り背中の方ですが The First Final ということと2022年1月29日と、見えるかな30日で、このように書いてありますね。で、アーティストのところですが、Be First という文字、そしてあのメンバーで直樹くん、ランくん、れいちゃん、るいくん、翔太くん、見えるかな、俊介くん、大輝くんと天くん、そしてスカイハイという形で書いてありますね。はい、こういう感じです、ね、これをね着ていればもう確実にあの人はザ・ファーストのファンなんだなと分かるわけですよ、ね、あのザ・ファーストファイナルの当日もね着てる方いっぱいいらっしゃいました。はいですね、まあ先ほどちょっと見てみた感じ、あの照明とかでやっても動画で撮るときには問題なさそうなので、あの今後この BMSG パーカーと、まあ、この The First Final の、パーカーを、まあ、着て動画をね撮ろうかなって思います。まあ、顔出し配信の時はっていう形になりますけどもね。はい、そんな感じでございます。あとね実はねもう一個届いてるんですよね。あのこちらですよ、翔太くんのアイルザ翔太くんの CD ですね。 BMSG、 はい、 BMSG と書いてあります。そう、こちらの方は BMSG 名義なので、こうなんていうかね非常にこうこういう感じでねコンパクトな感じの CD でございますね。こうやってね、はい、で翔太くんがねこんな感じで写っております。はい、後ろにもありますね、こんな感じで。それでこちらはあれだな、こちら裏の方は見せるわけにいかないな。あのシールですね、こんな感じでキラキラです。はい、こちらの方はねあの確かこれが買ったバージョンのこのレインボーバージョンと白いバージョンがあるはずですよね。レインボーバージョン、あすごいキラキラだな、あ照明が写ってるで裏には、サンクスボイスメッセージとオーロラ東京のカラオケバージョンインストゥルメンタルの、このなんだ、なんていうんだっけこれ、あの URL じゃなくてあの QR コード急に出てこなくなるね、 QR コードが書いてあって、これはさすがに見せるわけにはいきませんけどもね。はい、じゃあねこれね実はまだね開けてないんですよ。だから今からねこのハサミを使って、ね、開けていこうと思います。でねこれねすごい小さい CD だから開けるとき気をつけないとな。あれだ、ハサミなくても開けましたたまたまだけど。はい、じゃあこのようにねあの破きまして、で早速中身をね、はい、ちなみに配信の方も買ってありますので、そちらの方でもうすでにあの聞いてますけどね3曲ともね。はい、そして出てきましたけども、あはいはい、こんな感じですね。はい、あのエメラルドグリーンというのかな、非常にこうねあのシンプルなんだけどもおしゃれさが出てて、まあ、まさにオーロラっぽさを表しているようなCD かなっていう風に思いますね。はい、そしてあ歌詞カードがねあるのはありがたいですね。あはいはい、なるほど、あ翔太くんのね、あいいっすね、この翔太くんのこの顔写真というか、これ見せない方がいいのかな、ちょっとあのこれ特典って言ってもいいのかな、あでもまあ歌詞カードだし大丈夫かな。はい、こんな感じです。かっこいいっすよね。うん、でこう歌詞もね書いてあってね、なんかこうあれですね、 CD になっていると、あんまり CD も最近買わなくなりましたけども、やっぱりこの歌詞カードが入っている感じになるとね、まあ自分も CD 世代なんでね非常にこう懐かしいというか、なんか思うところがあったりします。はい、こちらの方もねまあ大切に聞かせてもらいたいと思います。はい、まずそんな感じで、まあそうですね、このニット帽と The First Final のニット帽、そして翔太くんの CD、 それから、The First Final のパーカーについて紹介させていただきましたというか開封させていただきました。はい、非常にねいいアイテムで、まあ宝物でございますね。本当に私たちザ・ストミンおよびベスティにとってはね、本当にザ・ファーストっていうものの影響っていうのはすごく強くて、少なくとも私にとってはすごく強くて、皆様の中でもそういう方多いと思いますけど、やはりねあの彼らを応援して人生的にもいろいろと気づくところもあったし、私の場合はまあ昔やめていたものとか始めてみたりとか、また新しくやろうとしていることが実は今もちょっと1個あるんですけど、まだちょっと言わないことにしておきますね。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。果てしない空